いや、ライカがね、スマートフォンを出しましたね。こんにちは、トバログです。いやー、ライカがね、スマートフォンを出したので、ちょっとね、予約しましたよっていうだけの動画なんですけど、トバログ的にどういうところがちょっとね、気になったのかとか、そういうのをね、話していこうかなと思います。でも結構ね、ライカのカメラ好きなんですよ。こういうね、クラシカルなデザインの M 型カメラだったりとか、動画撮影から、まあ、いろいろね、撮影ができるこういうカメラまで、4台ぐらい今、実は持っていて、で、まあ今回ね、ライカがスマートフォンを出しますっていうタイミングで、これはね、ちょっと気になるなと思って予約しております。個人的にね、ライカのカメラが好きな理由が、割とね、デザインかもしれないです。いろいろね、人によっては思想だとか、まあ写りがめちゃくちゃいい、なんか立体的に写るとか、まあそういうところもね、かなり魅力的ではあるんですけど、ライカのカメラに関しては他のカメラメーカーではありえないぐらいミニマルなんですよね。例えばね、今僕が手に持ってるこのカメラだと、オートフォーカスは備わっていません。なおかつズームレンズもラインナップに存在しません。自分でねこうやってフォーカスを合わせてカシャって撮るフィルムカメラ的なスタイルなんですね。そういうなんかこういうねフィルムカメラ風のなんかクラシックな操作感があったりとか、あとね最新のカメラだとこれレンズはシグマなんですけど、ちょっとねこうやって見てもらうと分かるんですが、ダイヤルとかに何にもメモリとかが入ってないんですよ。ただボタンがあって、ダイヤル回るところがあって、でボタンとかもね最近のカメラにしてありえないぐらい少ないんですよね。かといって機能性を削いでるわけではなくて、中身のスペック的にはかなりね最新のものを搭載しているんですね。まあ、このデザインというか哲学的なところがねトバログ的にはかなりライカが好きで、それでね今でも旅行に行くときは必ず持ち歩いて使ったりしてるカメラメーカーのカメラって感じですね。なのでまあライツフォン1は結構ね個人的に気になるっていうところです。まあ、ここからねちょっとライツフォン1についての話をしていこうかなと思うんですけど、ライツフォン1はねこんな感じのカメラですね。あ、カメラじゃないや、スマートフォンですね。まあ、皆さんね多分ご存知だと思うんですけど、ライツフォン1に関してはアクオス R6 ですね。シャープのアクオス R6 をなんか側とか全てねライカが監修して、こうライカがああだこうだ、このデザインはこうだ、ここのソリッド部分はこうしろ、こういう風に加工しろ、カメラの色味はこうだみたいなのをライカがバーって言ったやつをシャープがはいはいはいっつって作ったものが、まあライツフォン1になってますね。基本的にまあ後で紹介するんですけど、中身のカメラ性能とかそういうのに関しては R6 と全く一緒だというふうに言われています。で結構面白いのがライカってねドイツのメーカーなんですよ。なんですけどこのライツフォン1に関しては日本でのみ発売となっています。まあ、日本というかソフトバンクだけですね。今のところ海外市場とか他のキャリアでの販売を予定してないみたいです。結構ピーキーですね。で価格に関して187,920円ですね。スマートフォンにしてはめちゃくちゃ高い、ライカのカメラと考えると安いっていう価格帯になっています。参考までにアクオス R6 の価格を見てみると、ドコモ版がね115,632円ですね。でソフトバンク版が133,920円なので、だいたいまあソフトバンクから出ると考えると5万円ぐらいプラスで上乗せされている形になります。これをね安いと捉えるか高いと捉えるかはちょっとね後で紹介していきます。まあ、なんでねライカがスマートフォンなのかっていうところで言うと、まあ、結構ねライカの歴史を見ると当然なのかなっていう気はしてて、例えばねこの今さっきからフルサイズとか言ってるんですけど、このセンサーサイズをなんか規格化というか世界標準レベルにしたのがライカなんですね。もともとカメラってあの戦争映画とかでも見たことあると思うんですけど、こういうねでかい箱にこうなんか、ま、膜みたいなかぶってカシャって撮る家族写真的なスタイルが主流だったんですけど、その当時のねライカ社のオスカー・バルナックっていう人がこのね 35mm 版っていうのをまあ主流化させて、今まで据え置きだったのが持ち運べるようになったみたいな、オーディオでいうウォークマンみたいなことをライカ社はやっているんですね。そこからねニュース報道とかでも使われるようになっていったと記憶しているんですけど、そういう流れを考えるとライカがねスマートフォン出すっていうのは割とね至極当然というか、そういう印象を受けますね。でまあライカのねスマートフォンっていうとその前身も結構あったんですよね。例えばねライカってパナソニックと組んでルミックスシリーズでライカのレンズ作ったりとか、あとね僕も持ってたんですけど CM1 っていうライカの監修を受けたレンズみたいなのを搭載したスマートフォンが最初に発売されていたり、その後もね皆さんご存知だと思うんですけど、ファーウェイと組んでライカのね監修を受けたレンズを搭載したスマートフォンっていうのが世の中に出てくるんですけど、これもね世界的な事情というか、なんか Google が乗
らなくなって世界的にちょっと中国のスマートフォン使うのが難しいみたいになったタイミングで、おそらくライカはシャープに舵を切ったのかなっていうところですね。っていうところから、まあライカがスマートフォンを出すのは結構ね自然な話かなと思います。でスペックについてもねちょっと触れていくんですけど、こんな感じですね。結構ねなんかフラッグシップじゃないですか、想像以上に。こういうブランドが載ってるスマートフォンって意外とねスペック的にあんまり高くなかったりするんですけど、これに関してはねもうシャープのフラッグシップのアクオス R6 をね踏襲している形になるので、かなりねスペックが高い気がします。ディスプレイもね結構大型で、実際にねあの家電量販店でモックを見てきたんですけど、結構ね大型な感じですね。で重さも 200g を超えています。まあ最近のスマートフォンにしてはこんなもんかなっていう感じで、今プロセッサーに関してもスナップドラゴン888で結構ねフラッグシップのものを搭載していて、メモリーもね 12GB なので、例えばね撮った写真とか動画をその場で編集するっていうのも結構ねしやすいんじゃないかなと思います。全くね申し分ないスペックだと思います。で肝心なカメラに関してなんですけど、これね最近のスマートフォンの中では相当ピーキーですね。1型センサー、まあ、スマートフォンの中でもかなりね大型のセンサーを搭載していて、なおかつ 35mm 版換算で、まあ、いわゆるフルサイズ換算で焦点距離がね 19mm っていう感じですね。で防水防塵でなんかシャワーがかかっても平気なぐらいの防水性能を搭載していて、あと個人的に結構嬉しいのが 35mm のヘッドホンジャック備えてるんですよ。なのでまあアダプターとかをかまさずにこういうね、マイクとかが使えるっていう感じになっています。 Vlog とかでは結構ね便利かもしれません。最近のスマートフォンの傾向だと撮れるね画角の幅が結構広くて、あまりね死角がないみたいな方向に動いてたんですよね。あのもう全部ね見たままの景色全てを撮る超広角から、最近だとね Android の最新スマホとかだと Xperia とかだとねこうレンズがこうやって動いて最大10倍まで対応するズームレンズ搭載してたりとか、あと Galaxy S21 Ultra とかでも10倍ズームを搭載してたりとか、そういうね撮る写真に対して死角がない方向に動いていて、まあ確かにねスマートフォンの用途で考えると絶対的にそっちの方が便利ではあるんですけど、まあ、Lights Phone 1に関しては 19mm 一つだけっていう感じです。他社がね結構広めの画角をカバーしていて隙間ない感じでカメラを作っているのに対して、 Lights Phone 1は一眼だけど大きめのセンサーを代わりに搭載してるっていうね、全くね他社スマートフォンとは思想が違う方向に進化してるんですね。でなんでねセンサーが大きい方がいいのかっていうと、センサーが大きい方が画素数あたりに取り込めるね光の量が大きいんですよね。センサーっていうのは光を取り込んでその情報をデジタル化して、でそれでね変換していくっていう装置なんですけども、センサーがね大きい方がより多くの光を取り込めるんで、結構ねディティールとかが潰れずにね描写ができるんですね。例えばね絵を描くときに小さい紙にこうやって描くよりも大きい紙に描いた方が影のディティールとかそういうのは描きやすいじゃないですか。で細かいところまでなんか描き込めると思うんですけど、それにね多分考え方としては近いのかなと思います。1インチセンサーを搭載することでそういう立体感とかディティールがはっきりするっていうのもあるんですけど、もう一つねポイントとしてはボケやすいってところですね。背景のボケ感が出やすいってところです。基本的に被写体とカメラの位置が近い方が背景ってボケやすいんですよね。例えばねフルサイズで 19mm っていうと、まあ 19mm 離れてるってことになるんですけど、 Lights Phone 1の場合は1型センサーを搭載しているので 2.75 倍をする計算になるんですね。Lights Phone 1に関してはライカが監修したアクオス R6 っていう話をねさっきしたと思うんですけど、ぶっちゃけじゃあ何が違うのっていうと、まずね価格ですね。さっき紹介した価格5万円ぐらいの差がありますと。それであとね目に分かるところで言うと筐体デザインはね全く違いますね。ライカのロゴがちゃんと載っていたりとか、カメラ周りのデザインっていうのも違っています。まあカメラ周りだけじゃなくて、そのフレームとか筐体みたいなところも全部ねライカナイズされているって感じですね。であとねストレージが R6 だと128GB なんですけど、 Lights Phone 1だと 256GB 搭載してたりとか、おそらくね UI とかあとフォントとかもライカのもの搭載しているとか、報道の発表会とかではね触れられなかったらしいんですけど、カメラのねシャッター音とか、あとねライカルックって言ってなんかモノクロームで写真が撮れたり、ライカっぽいなんか絵作りで写真が撮れますよみたいなのも、まあここもね違うみたいですね。基本的なカメラの性能は一緒だけど、そうやって色の処理みたいなのは違うっぽいです。
あと付属品ですね、シリコンカバーついてたりとかレンズキャップがついてたりっていうところがまあ違うところかなと思います。基本的にガジェットとかスマートフォンとしての機能性の差はほとんどなくて、まあ、色味とかそういうね見た目のデザインとかそういうところで5万円分高いっていう感じですね。これをどう取るかで買いかどうかが決まると思います。個人的には本当におすすめですとかそういうわけではないんですけど、自分的にはまあ買いかなと思っています。まあ、理由としてはまずねスマートフォンのカメラだけど1インチセンサー搭載するっていうところですよね。おそらくねメインで1台で使うっていうことはないので、超広角とか望遠とかこういうねカメラでカバーしつつ、でなんかちょっとね立体的というか作品っぽい感じでも撮りたい時ってあるじゃないですか。そういう時はまあライツフォン1を使うみたいな、それねスマートフォンでもある程度立体感のある映像が撮れるっていうところは個人的にはそこがまずね欲しいなと思った理由の一つです。で2つ目としては一般的なスマートフォンとしても申し分のないスペックを搭載してるってところですね。プロセッサーとかメモリーも十分ねフラッグシップとして通用するぐらいのスペック搭載してるっていうのが結構ねこのピーキーなスマートフォンの中で珍しいんですよ。僕が大好きなスマートフォンなんですけど、こういうピーキーなスマートフォンで大体ねミドルレンジクラスなんですよねスペックが。なんですけどカメラはねすごいピーキーなのにスマートフォンとしての性能は結構高いっていうところがね個人的には結構嬉しいポイントです。でそこまではねぶっちゃけアクオス R6 も全く一緒なんですよね。なんですけど、まあ、個人的にねいいなと思ったところで言うとライカなんですけど5万円ぐらいしか差分がないっていうところです。まあ、これはねちょっとライカユーザー頭がバグってんじゃねえのかっていう話ではあるんですけど、基本的になんかこういうでこのカメラとかも元はねパナソニックなんですよ。そこにまあこういうねライカのロゴみたいなのついたりとか、こういうねミニマルな色とかそういう感じになることによって3倍ぐらい高くなるんですよね、あのパナソニックのカメラとかと比べると。でそのブランド的にあライカが出すからじゃあ30万は超えるだろうなっていうのを個人的に予想してたんですが、意外とね18万円ぐらいであのエクスペリアよりもちょっと安いぐらいでね出ているので、個人的にまあ差額はあるにしろライカにしては安いなと思ったので、個人的にはちょっとね買ってみようかなという気持ちになりましたね。まあ、ぶっちゃけどうせブランドでしょデザインでしょみたいな話だと思うんですけど、本当にまあその通りかなと思っていて、まあ色味に関してはねライトルームとかそういう写真編集アプリでいくらでもいじれちゃうんですけど、こういうね見た目のこういうね無駄をそぎ落としたミニマルなデザイン的なところがね個人的にはすごい好きなので、やっぱりまあ応援したいなっていう気持ちもあって、まあ、購入に至るというところですね。なのでアクオス R6 じゃなくてライツフォン1が欲しい理由としてはすごいね個人的というか思想的ななんか哲学的なところなので、本当にね皆さんにはおすすめしないというかなんか自分の心に聞いてくださいっていう感じなんですけど、これがね僕の購入する理由のところです。はい、はい、まあそんなところでライツフォン1が欲しいっていう理由をただただ紹介してみました。実際ねまあ購入して手元に届いたらこういう他の普通のちゃんとしたライカが出してるカメラと比べて色味とかどうなんだっていうのは比べていきたいなと思ってるんですけど、先に発売されたアクオス R6 の作例とかを見ているとかなりねスマートフォンカメラとしては多分ねあんまり受け入れられてはないと思うんですけど、カメラユーザーとしては結構ね好きな色作りになっているかなというところで結構ね個人的に楽しみにしております。というわけで今回の動画は終わりにします。次の動画でお会いしましょう。トバログでした。